インターネットテレビウィル増刊号編集長の山根です。本日は株式会社アシスト代表取締役の平井浩二さんをお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いしますえ。早速ですが、明日発売の、えー、ウィル一月号では門田隆将さんと、はい、え平井さんに対談いただいたんですよ。門田、はい、さんとはこう本格的な対談を初めて初めてですね。ですはいで。まあ相当盛り上がったと聞いていますが、はい。そうですね。<laughs> 主に門、はいはい、田さんはその。 茂木幹事長やったり、はい、林芳正外相、まあ、外交・安全保障面から岸田政権大丈夫なのかっていう話をまあ主にされていて、はい、で平井さんは岸田政権の新しい資本主義っていうものを果たしてどうなのかっていう、はい、まあそっちの経済とかそっちの視点から主に論じていただいたんですけども今回その新しい資本主義とかまあ経済分野の話で。うんはい ちょっとざっくりとした質問になってしまうんですけど新しい資本主義っていうのはの従来型の新自由主義的なものから、はい 何かを変えてやろうということなんでしょうけど、新自由主義っていうのは特にこの保守界隈でも評判が悪いですよね。はい、そうですね。でこれ、はい、なんでこんな評判が悪いのかっていうのからちょっと教えていただきたいんですが、はい、はい。まずですね、あのまあ新自由主義を一言で言うと弱肉強食の経済なんですね。ええ、で、あの勝者は総取り、うん、弱者は無一文。ええ、これがいいんだと。はい、そのためにはあの株主、まあ企業は株主 のために株主の利益を最大化するために何でもやっていいんだという考えなんです、ええところがあの、まあ、我々保守が考えるのは、うん、いやいや世の中って、うん、あの勝ち組だけじゃないでしょうと、ええね、あのそうじゃない人たちもいるんだと、うん、そういう人たちに目配せをしたいわゆるその中産階級があのものすごく豊かになる まあ中産階級が今没落してますけどそれを復権して一億総中流と言われた時代があるんですがそういった時代を再び取り戻すことがねあの正しい道じゃないのかとそのために私はあのまあステークホルダー資本主義とも言いますけれどまあ私は三方義の経済の復活とこれが大事なんじゃないかっていう話を まあしているわけなんです、えー。これはまあ伝統的な日本系の原点に立ち戻るみたいなことが重要であると。はい。はい。はい、でこの新自由主義的なものがこう日本の、うん、日本社会に現れてきたのっていつ頃からなんですかね。そうですね。今世紀に入ってからじゃないですかね。えー、やはりあの2000年を超えてから、はい、あのすごく顕著になってきたと思いますし、えー、やはり2000年頃から投資ファンドですとかね、えー、それからあの。 会社法の改正も行われましたし、ええ、かなりその従来の日本型系というものを、うんあまあ、新自由主義というか株主資本主義に修正する動き変更しようとする動きが出てきたわけなんです。ええ、でそれに伴ってあの失われたた年が始まったんですよね、ええ、で結局ですね日本の強みだったものがあのいろいろと切り崩されてきて、はい、でそれによってですね日本経済っていうのは非常に低迷しているんじゃない えー、であのアメリカとか、まあ、ヨーロッパでもそうですけど特にアメリカではこの株主資本主義を見直そうという動きが、えー、去年あたりから出てきてるわけですね。えー、でに我が国もです、ね、やはりこの、まあ 見直しをするる必要があるそれは一つにはあの株主偏をすぎるということは貧富の差を拡大して良くないということ、えー、それからもう一つはあの武漢ウイルスで明らかになったように、うん、そのグローバルサプライチェーンというのは物や人や技術が自由に制限なく国境を行き来するというです、ねえー、空想的な前提の上に立ってたわけですが、うん、あのマスク外交それから、まあ、消毒液外交それから線路外交、うん、こういったその制限 生産拠点を中国に集約した結果中国がそれを逆手にとって各国に恫喝するようになったと、うん、まあこういうものに対して、えー、サプライチェーンの見直しとかね、はい、まあこういうような動きがこう出てきてるわけですよね、はいまあ今。今の流れというのはですからあの、うん、やはり株主資本主義というものは見直さなきゃいけないと、うん、我々保守がずっと言い続けてきたことが光を当たり始めたのかなという感じがします。うん でこの日本型経営を忘れて多分資本主義っていう新、うんまあ、自由主義的な棚が入ってきたことで<っ>こ安全保障面からもその、はい、例えばこう我々の給料とか、はい、そっちの生活に関わるところでも、うん、いろんな弊害が出てるっていう話を、はいまあ、対談の中でもされてるんですけども、はい、具体的にじゃあこれが、うん なんでダメなのかっていうところに入っていきたいと思います。うん、これ対談の中でも出たんですけども、うん、まあ日本とドイツって、うん、まあその産業構造であるとか、うんはい、まあそのマックスウェーバーじゃないですけど、まあその均変性とか、はいうん、まあ似てる、よくこう対比されますよね。はい、対比されます。で、はい、そのドイツが今、えー、結構危険な状態に陥っているんじゃないかっていうスタートラインから決めていただきたいんですが、はいはい、っていうのも今ドイツがあの中国 企業に中国資本に結構ドイツの中小企業であったりが買収されているっていうのは、うんはい、これ非常に怖いと思うんですがこれどういうことなんでしょうか、ね、はい、はい、ドイツの産業構造も非常に我が国に似てるところがあってですねそれは中小企業が強いということなんですはいで、えー、ドイツの場合です、ね、中国はそこに目をつけてえ2014年から2020年のこの6年間で約300社のドイツ企業が買収したんです、えー、で中小企業がもうかなり入ってるんですね。うん でドイツにあの、うん、ワールドクラスヒドゥンチャンピオンズって呼ばれるです、ねうん、非常にあの技術力を持った中小企業が多くあるんですが、うん、そのうちの,あの,す、まあその300社買収された中の、うん、まあいくつかこのじゃあこれは何でこんなことが起きてるかというと、うん、中国製造2025中国製造2049の実現に向けてですね ドイツも日本も強いのは生産技術なんですね、えー、あのものを作る技術、はい、こういったところに中小企業、まあ、部品を作ったりとかそれから製造機械作ったり、うん、してるわけですけども、うん、こういった強みのある会社を買収して取り込んで、うん、それで中国製造20252049を実現していこうと、うん、まあそういう中国の野心のもとにですね、うんえー、ドイツではかなり 中小企業が草刈り場になってしまったというような状況なん,んです。えー、これあのメルケル政権って、まあはい、今でこそまあドイツ、うん、多少まあ中国と距離を置いてるかもしれないですけどそれはずっとべったりでしたよね。うん、で、その中で、まあうん、いろんな国内の法律が、うん、そう中国への進出を許していた、うん、そうです。なんならも,うもっと、はいえー、中国と仲良くしろよというのを推進するような法律。うん 整備されてたんですかねその、はい、あの従来の、ねえー、ドイツの,その外資規制というのは非常に緩かったんですね。えー、それで、えーまあ、中国があの例えばあ、まあ、前月号のウィルにね12月号に書きましたけどそのベンツの筆頭株主になっていたりとか、えー、工作機械の空価を買収したりとかそういうことが起きてたわけなんです。えー、でところがあの、えー、2019年度国防権限法をトランプさんがアメリカで成立させて、えーはい、でファーマーというあの、まあ、外資規制を 非常に強力にしたものを、ええ、あのやったわけですね。うん、でそれによって我が国でもそれになら習いということで外貨名簿が改正されたり、ええ、でそれによってやはりヨーロッパでもこれはあのさすがにねあの今の緩いあの規制じゃダメだろうということで、うん、まあドイツもようやく思い越しを上げて、うんえー、この一二年でねあの規制を強化したと。うん、ですからもう規制強化前は本当に空港が変われるっていうのは日本で言えば。 うん、例えば安川電機とかファナックが買収されるようなもんですからねあ,<ー>まあ,ありえなないようなことが起きてるわけです、えー、日本ってまあ,あらゆる面で安全保障にしても経済にしてもこう外国からこう一歩遅れてるじゃないですか、うん、<laughs> 3年か5年ぐらい遅れて日本にそのトレンドがやってくるっていう形で今これドイツは2014年から2020年の間にまあいろいろとこう買収されたと。はいはい、日本の状況っていうのは今ドイツに比べたらまだましっ しマなんですよ、えーはい、その理由をですねちょっと説明するとですね、はい、あのまあ新自由主義者が我が国の中小企業を食い物にする上での障害になってることがあるわけなんです、はい、でそれは何かっていうとまずあの、えー、大企業については株主資本主義に毒されて、えー、やれし、半期決算だの何だのやってますけど、はい、中小企業はですね伝統的な日本型経営をまだ維持してるんですね。えー、つまりあの従業員は家族だとか、うんね就寝 だとか年功序列だとかそういう形の伝統文化が残ってるわけなんですこれはあの株主資本主義者にとって非常に都合が悪い、ええ、それからあの日本の、まあ、高い技術力を持ってる中小企業を持ってこれはドイツと同じです、はいまあ、これあのある意味なんて言うんでしょう独立独っでいけるものがあるわけですからこれもまあ、ええ、簡単にあの買収を寄せ付けないものになってる。ええ、それからああのまああ ほとんどの中小企業でそうなんですが株式会社の場合株式に譲渡制限というのをつけているわけですね、うん、例えばあの株式をあの外部に自由に売り買いできないようにして好ましくない人が株主になるのを防いでいるわけです、はいはいで。こういったものがあるからで それからあとあの上,場上場するには内部統制とかねいろいろなこう仕組み作りをしていかなきゃいけないわけですけども、うん、まあ中小企業にはなかなかそこまで仕組みができていないから簡単にこの中小企業を売るようなことができずにいたわけなんですね。でそこで えー、新自由主義者も考えるわけです。と、はい、いうのはあの中国がこれだけドイツ企業を買収していると、はい、でじゃあ日本の中小企業も売って、うん、M&A の手数料をかすめ取ろうとか、うん、でそういうことを考える人たちが出てくるわけなんですよ。えー でそのためにあの私は3点セットって言ってますけれども、はい、この仕組みを考え出したわけなんですね。えー、でそれが何かっていうとまず骨太方針の2021っていうやつ、えーえー、それから銀行法を改正したと、うん、それからこれから導入しようとしてるスパックっていう仕組みなんです、えー、この3点セットで、えー、日本の中小企業を食い物にしようとしてるということなんです。はいえー、3本のの矢矢があるうち第一の矢 骨太方針2021はいっていうのはこれは具体的にはどういうことでしょうかはい、はい、まず政府がですね思い切ってその。 中小企業を外資に身売りをさせようとしていると、えー、そのために数値目標を骨太方針2021などで入れているんです、えーはい、でそれを具体的な代表的なものをあの3つほど挙げましたけれど、えー、まずあの外国人のです、ね、経営者とか経営,あの、まあ、あ経営幹部を増やしますということで、えー、2019年に9万5千人いるものを、えー、2030年には約20万人倍にしますと言っているんです。はい、それから あの中小企業というのは地方にも多いので東京以外に拠点を置く外資系企業の数を、えー、2016年に4200社だったものを、うん、2026年には1万社にしますと倍以上にしますと、はいはい、それから対日直接投資残高っていってるんですこれ第3あの今年の第7回経済財政諮問会議で話したんですが、はい、2030年には2020年の実績の2倍に当たる80兆円。うん まあこの対日直接投資っていうものはくせ者なのであともう一回お話しますけどここではですね2倍の目標を設定したとで要はですねあの経営者をはじめいろいろ経営幹部をあの地方にあと東京大都市に呼び込んでえとにかく株主資本主義は素晴らしいんだって中小企業の中に呼び込んでえそういう洗脳しようっていうことですよね。でえまずあのそういうところから入ろうと。 でそのために何をしようとしてるかというと、まあ、中小企業を再生へ投打しなきゃいけないとか、はい、それからあの、まあ、外資への、まあ、今申し上げたように、えー、対日直接投資を2倍にしなきゃいけないとか、はい、まあこういうことを言い出しているわけなんですね。はい、で、まあ、これはですね実は岸田内閣でもその引き継がれていて、はいえー、もともとあの、まあ、菅総理の あのブレーンの新自由主義者たちがこう言ってたわけですけども、はい、これがあの今の政権にもあの引き継がれているってことなんですね。うん、なるほど。うん、菅総理のブレーンというと具体的には、まああのアトキンソンさんとか、ええ、竹中平蔵さんとか、はい、まあいろいろ名前が出てますね。前のあの政府の会議にメンバーでいた方々ですよね。ええうん、彼らがまああの,あのこういった中小企業はもっと大きくしなきゃいけない、生産性が低いから、うん、いやあの とかあの M&A で大きくし,しなきゃいけないとか、うん、それからまた後で話しますけれども、あの終身雇用なんかけしからんとね、うん、全員があの契約社員になって自由に労働性をね、うん、流動性をあの高めれば、うん、あ。 あの従業員の給料上がるんだとかわけわからんこと言ってるわけです。うん、いよいよそうじゃないでしょうということですよ。だって全あの全部の従業員がねあの非正規社員になったら、えー、儲かるのは人材派遣会社じゃないですか。えー、そういうことでマッチポンプですよ。えー、はい。もう一回そのパソナの話とかあとはまあ小泉政権下でまあいろいろまあそういう、うん、まあ派遣とか、はい、そういの問題もありましたし、あの、えー、コロナであのアトキンソン氏がですね、うん、このコロナを機にこう効率の悪い企業はもう淘汰されるべき。 <だ>うん、でも再編して、うん、一つにまとまればいいみたいなことを言っていてこれ非常に問題というか残酷じゃないですかこれか日本的考えじゃないですよね,すねないですみたいなところからもなんかやばそうだなっていうのは伝わってての伝わきますね、うん、あのその話で言うとね,ね全くそのアトキンソンさんは確かにゴールドマン・サックスにいたのかもしれないけれど、うん、中小企業の M&A のこと全く分かってない、うん、我々は、まあ、こういう中小企業の M&A も数多くあった いるわけけですけどど、はい、そののの中小企業同士の m a ほど難しいものはないんです、うん、なぜならば一社一社が全て独立した社風と気風を持っていてですね、うん、それはあので社長のもとにこう一家みたいに団結してるようなところが多いんですよ。うん、それをいきなり同業だからってくっつけたらいや俺はあの社長にはついていけないとか、うん、おこ俺はこの社風はついていけないっていうことで人が辞めるんですよね。うんうん でそういうことを知らご存じなくてアメリカのようにねくっつけら 1+1 が2以上になるでしょうみたいな発想っていうのは、えー、全く物日本の,の M&A のことを知らない人の発想だと思います。えー であのアトキンソン氏についてまあちょっと試験というか、はい、まあ個人的な思いなんですけどね。ええっていう効率主義の割にはこの事業として小西、うん、芸術者でしたっけその日本の,その文化財とかを守るとか、ええ、最近だと、まあ、いろんな週刊誌とかで皇室の大切さとかを説いてるわけですよ本当にそそれ分かってるっててる思ううんんでですすよよねねなだからお話になってることと M&A でやろうとしてることにあまりにもこの開きがね <laughs> <laughs> であのよくわからないいとんかこう日本にいい顔して近づいて、うん、本当はなんか日本のめちゃくちゃにしてやろうと思ってるんじゃないかって思われても仕方がないような感じなんですよこれ,、えー、これによって儲かるのは M&A 業者ですよね。えーえー <laughs> <laughs> まあ、そういういことがあるんですよね、えー、だからあの中小企業を大きくするっていうのは、ね、成長のために、ね、M&A が必要っていう美辞励役を言ってるんだけど、えー、あの実際は中小企業を単純にくっつけるだけで大きくなるんですか、えー、ということがあります。はい、ですから、まあ、あんまりあの現場に立ってるものとしてはちょっとおかしいなって話ですね。はい で次にじゃあ第2の矢の話に行きましょうか、はい、銀行法改正ということなんですが今の,その、まあ、政府の方針に続いてあの、うん、政府は銀行法を改正したんです。えー でまあ、銀行におられたからご存知のように、まあ、銀行というのは基本的にお金を貸す融資のがき、まあ、あのメインなんですよね、ええところが出資はしていいよと、うん、要するにあの今まではあお金を貸す負債の部だけ関わってたものが地方の部にも関わっていいよということになったわけです。ええ、でそ,うそれによってまあ今地方銀行が非常に収益的に厳しいから収益源にしようと。うん で私はねあのこの番組を見ているあの中小企業の経営者の方にあのうあの呼びかけたいのはそういう話が来た時に議決権の比率が肝だと、うん、つまり3分の1以上の議決権を渡しちゃうと金融機関に拒否権を持たせます<ー>だから半分以上の議決権を超えると経営権を金融機関に渡すことになりますと、うん、ここだけ頭に入れてほしい。うん、で結局あの議決権を持ってる人が あの経営方針を決めることができますから、はい、あの例えば銀行があの五十一パーセントの議決権を持ってしまうと。うん、銀行の意思の通りの、あの経営になると。えー、で入口のところはみんなそう言いませんよ、社長の考えを尊重して、でも株は五十一パーセント以上持たせてくださいとか言うんですけど。うん、もっと途端に手のひらを返すのが世の常です。はい、はい。だからそこは気をつけてほしいと思いますね。うん で要はあの銀行法を改正して、はい、まず地方銀行とか金融機関にあの地方の,、M あのまあ、中小企業を買収することがを可能にしたんです、ええ、これが法の改正のポイントでですね、うん、やはり地方においては地方銀行って絶大な信頼を持ってますから、はい、それをうまく利用して、えーまあ、中小企業をまずは、うん、あ金融機関に買わせようということだと思います。なるほど、うん 僕も昔銀行にいたんで、まあ、銀行員の、ねはい、言葉っていうのは一番信じただけですから信じられますよね <laughs> 信,じ信じますよね、はいえー、そこがねやっぱり、あのー、非常にこういう意味じゃ悪質だと思います、はいえー、で第3の矢、はい、この SPAC っていうんですけど、この SPAC っていうのはなかなか聞き慣れない方も多いと思うんですが、はい、何なんでしょうか。はい、この SPAC っていうのはあのー、スペシャルパーパスアクイジションカンパニーっていう。